はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日の動画はですね、ただいま新橋におりまして、クイックさんという、まあ、ハンバーグとねカレーのお店に向かっております。こちらのお店はね、まあ、今までもいろんな大食いの方が、まあ、チャレンジメニュー等をね挑戦しに来て、知ってる方もいらっしゃると思うんですが、僕も先日ね2キロぐらいのハンバーグのチャレンジがありまして、そちらのね最速タイムを叩き出そうということで挑戦しに行ったんですけれども、以前ねあの動画でもご報告させていただきましたデータがね吹っ飛ぶという、まあ、事件に巻き込まれまして、そのねもう火傷をしながら全力で挑んだチャレンジメニューの動画がねなくなってしまったんですよ。そこで、こちらのねクイックさんの動画、他の大食いの方はみんなねチャレンジメニューのみになっているので、今回はね、まあ、チャレンジメニューではなく通常のね、レギュラーメニューをいくつかいただいて、お店のね紹介をしていこうと思っております。もうねお店の方も目の前に見えておりますので、早速ね、店内の方に入っていきたいと思います。はい、ということでただいまね店内の方に入っておりまして、今日いただくメニューはねあのオーナー様におすすめをお願いしてですね、お任せのコースをねいただこうと思っております。でまだね僕もちょっと何かわからないんですけれども、ちらっとね聞いたところ、普段販売しないような限定メニューなんかも今回ね特別にお出しいただけるということで、本当ねもうレギュラーメニューがマジでうまいんで、今日はねめちゃめちゃ楽しみなんですけど、後ろにねあのやらかしてしまった幻の記録がございましてこんな感じでですね、もうハンバーグタワーのもう挑戦者めちゃめちゃいらっしゃるんですよ。僕がね一番最近、最後の写真を飾らせていただいておりまして、右側にね、まあ、最速記録、まあ、最短記録ということで3分53秒という記録で、挑戦させてクリアさせていただきましたが、いや僕のね不手際で、幻のチャレンジとなってしまいましたただまあ以前ねあのクイックさん側の方でも僕の挑戦動画を撮影しておりまして、YouTube チャンネルお店の方もあるんですけれども、そちらに、今後、アップ予定となっておりますので、ぜひね気になった方はそちらもご覧くださいということで、ただいまねもう料理は作っていただいておりますので、料理がね到着するまでもう少々待ちたいと思います。ということで、ただいまね1品目到着しております。こちらがですねフォアグラのハンバーグなんですよ。1品目からなんですけれども、通常提供しておらず、まあ、限定メニューとか隠れメニューらしいんですけれども、僕のねちょっと動画を見たよってお客様に限りこれね販売できるってことなんで、もうぜひねこのメニュー気になった方は食べてみてください。今日はねちょっと何も食ってないんですよ、まだもうお腹ペコペコなんで、早速ねすいませんがいただきます。これね皆さん見えます、これフォアグラちゃんですよ。フォアグラちゃんにこれね自家製の手ごねハンバーグ乗っかっております。これねほんと絶品でございます。このまんまねまだ皆さん見てないと思うので、ハンバーグそのままいただきましょう。こちらハンバーグでございますね。はい、いただきます。うん、うまっ。またこのハンバーグがさ、油もねすっごいジューシーだし柔らかいのよ。続いてはこちらフォアグラのせ、しっかりこれソース絡めてと、うん、うん、あ2回目でもとんでもなくうまいいや本当ねこのメニューフォアグラと一緒に食べると一気にねこのハンバーグの脂感、もう高級なね脂感が増されて、本当にねうまい国産のもう脂身がぎっしり詰まったジューシーなね黒毛和牛みたいな、もう国産のね和牛ハンバーグを食べてるかのようなね変化があって、これね皆さんに絶対食べてほしいんだよね。むしろあの動画を見た人限定なんで、もう絶対食べてください、もう絶対で今回ねあのいろいろご提供いただけるらしいので、気を使っていただいて、あのご飯はね少なめになっております。まあ通常はねもうちょっとあるのでご安心ください。うまっ、うん、ということでね、ただいま一品目のフォアグラのハンバーグペロリで完食でございました。ごちそうさまでした。
ということでね、ただいま2品目到着いたしまして、こちらね、まあお店の看板メニューの一つみたいなんですけれども、2種のチーズハンバーグカレーということで、もう鉄板でね、熱々で提供されるんですけど、これもね、前回本当美味しかった。もうね、これも2回目でございます。もうね、美味しいの分かっておりますので、待ちきれません。早速ね、いただきます。これですね。よいしょ。よっと。もう 100% うまいですね、これ。そしたらね、いただきます。もうで、これね、下にこの卵も半熟トロトロね、卵が詰まってるんですけど、これですよ、これ。よいしょ。またね、鉄板なんで下のお米が若干ね、お焦げができたりしてて、このね、香ばしさがさらにうまいんですよ。まあ、カレーはね、基本的にまあ中辛ぐらいかな。本当に食べやすくて、いやね、どんどんね、癖になるカレーですね。結構ね、食べやすいし、ほんとこのカレー美味しくて、大食いのみんながね、このカレーのデカ盛り、やる気持ちが本当にわかる。絶対次やる。次絶対やります。あー、うまっ。欲を言えば、パエリア鍋とかででっかく食いたいですね、この鉄板の。いやー、まあ、それぐらい美味しいですね。ということで、3品目でございますね。こちら見てかわいいよね。こちらのメニューはね、ダブルのリッチバーガーということで、このね、チーズの上にケチャップでかわいくクイックと書いてあります。以前ね、マックスさんが確かバーガーを使ったチャレンジ、クイックさんで動画を撮影しておりまして、まあ、マックスさんはね、まあ、ああいう性格なんでわーっと食べてたんですけど、あのバーガーを見て絶対絶対に食べたいと思って、今日はね、ちょっとお任せの中でも、これはね、ちょっとわがままでお願いさせていただきました。でもずっとね、楽しみにしてたものなんで、すぐいただきます。これちょっとね、包み紙もいただいてるんですけど、これ豪快に素手で、ちょっとガブッといきたいっす。そのまま。ちょっと見えるかな、この厚み。僕顔でかいっすよ。僕顔でかいんですけど、ね、顔の半分ぐらいはあるよ、高さ。うまい。今日わがまま言ってよかった。本当に美味しいこれ。ジューシーさとか柔らかさはもちろんなんですけど、このねチェダーの感じとか、このケチャップっていうシンプルな構成、これがねうまい。うん。うまっ。これ何個でも食えちゃうな、これ。またこのさ、厚切りカットのポテト、いいよね、バーガーに。うん。うまかった。これ続いてのメニューですね、目の前に見えておりますスープカレーでございます。でこちらのメニューはね、以前は販売した時期があったらしいんですけども、現在は作っておらずですね、もう本当に幻の一品ということで、めちゃめちゃ本格的。早速いっちゃっていいでしょうか。うわ、絶対うまいじゃん。カレーは添えられてるぐらいの感じで、だしのうまみがぐっと、うわうまいこれ。ししとうかな、でかくない。とんちゃんのね、ご飯つけてきますね。
うん、この出汁がさ、染み出たスープとご飯がまずいわけがないんだよ。うん、本当こういうの食べると、あの、改めて野菜ってうまいなって思いますね。うん、じゃがいもも丸々1個よ。ただそろそろこのご飯もね、具材と一緒にいただかせていただきます。具材と合わせると、このスープだけの時よりもね、さらに旨味がね倍増して、いやこれはうまいな。ということでね、ただいま4品目のスープカレー完食させていただきました。はい、ごちそうさまでした。で、一応ね、ここで、おすすめの、まあ、一通り、まあ、看板メニューだとか、今まであったものや限定メニューと紹介させていただいて、一通りね、ここでおすすめのコーナー終了らしいんですけど、まだね、全然お腹に空きがあって、本当にね、ちょっとうまいものばっかりなので、再度ね、最後一品、お任せでね、料理を頼んでこようかなと思います。ラスト、ラスト。全部乗せカレーすごいな。ということでね、最後のおすすめメニューがですね、とんでもなくデカ盛りでございました。というのも、こちらのね、クイックさんではカレーのトッピングいろいろあるらしくて、今回はね、もう全トッピングをしていただいたみたいでございます。そしたらね、もうひとまずこれ食べ進めていきましょう。いただきます。またカレーもね、このチーズカレーの感じでございまして、よいしょ、うーわー、あー、うーわー、こちらチキンカツかな、多分米粉、パン粉は米粉なのかな、パン粉っていうか、これどこかあのおせんべいっぽいこの香ばしい感じと、うん、うわー、これうまい。うまい。もともとね、結構カレーとかハンバーグもがっつりとねした感じなので、こんだけね揚げ物とかお肉フルトッピングするとなんかテンション上がっちゃいますね。うわ、米粉のチキンカツめちゃめちゃ好きなんだけど。うん、うわ、贅沢。うん、これが唐揚げかな。うん、うまっ。これぐらいだったら楽勝ですね。でもここのラインがちゃんと最後まで美味しいで食べれるラインだと思いますね。これトッピングラストね、僕もう揚げ物界ではもうダントツで好きなんですけど、クリームコロッケちゃんですね。
いや、うまかった。お疲れ様でした。ありがとうございます。